ハロー YouTube、 ミスター M さん、動画の方ありがとうございました。今回は嬉しかったですね。筋トレの動画を上げたら、あ、こういう風にした方がいいよっていう風にね、アドバイスをもらったと。そのアドバイスをもらったことにもう本当にね、嬉しくて喜んで感動して、いや、感謝の動画をね作ってくださったと。これは素晴らしいじゃないですか。やっぱりね、 YouTube って SNS なんですよね。人と人とが出会う場所、それが YouTube なんだと思います。まあ昔で言うとね、学校とかね、地域活動とか夏祭りとか、ああいう風な感じに YouTube ってものもあると思うんですよ。 YouTube の中でいろんなね楽しいことやってたら、そこに参加してくる視聴者さんと関わりが生まれると。そして視聴者さんが今度発信者になるみたいなね、関わりが生まれてくるんだと思います。ということで、今回の動画の評価をするとですね、そうですね、2点ぐらいいきましょうかね。一つはね、感謝をね、ありがとうございますみたいな感じで心から示すことがあってもいいかと思いますけども、これはミスター M さんのキャラクター性もあるんでね、まあこれはそんなに強くは申し上げません。というのが、ミスター M さんっていうのは名前の通りね、なんか謎めいた感じでいこうかなというふうなところもあるかもしれませんので、まああんまりね、こうはしゃいだものがイメージに合わないかもしれないんで、ここはね、まあ明るく楽しくっていう動画を今日あげましたけども、ありがとうございますみたいなちょっとオーバーなやつの方がいいかなと一般論で申し上げました。そしてもう一つはね、これはね絶対やってほしいことです。あの、筋トレをしたところにアドバイスをくれたということだったんですけども、どんなアドバイスがあったのかってことが、そのミスター M さんからこの動画の中で語られてると、あ、すごいサメになるねと、いいねみたいなね、これね、実はね、ミスター M さんの動画の評価が上がるんですよ。なぜなら、そのアドバイスを受け取った瞬間、そのアドバイスはミスター M さんの今度は力なんですよ。ミスター M さんのものになったんですよ、その情報がね。で、その情報をミスター M さんがこんなことを教えてもらいましたって発信することによって、ミスター M さんいいこと知ってるなみたいになるわけですよ。ひいてはミスター M さんがメッセージをくださったね、そのアドバイスをしてくださった方はどんな方なのかなっていうふうにまた興味を持ってもらえて、いや、この方ですよってミスター M さんがそのね、恩人の方、アドバイスをくださった方を紹介するっていう機会も生まれるんですよね。こういうふうにして二次的三次的に YouTube っていう SNS が本当にね、実社会のように広がっていくところができるのかなと思います。はい、今回のお話は2点。まあ1点目はね、あの、私みたいにね、こうはしゃいでやれってことではないんですけども、まあそういうところがあるよっていうね、あの、感謝をね、オーバーに示すっていう方法があるよってことと、で、2点目はこれはね、やってほしいなと思うんですけども、どんなアドバイスをいただけたのか、どんなアドバイスで自分はためになったなと思ったのかっていう、その具体的なね、事例を指していくといいんじゃないかなと思いました。まあにしてもね、ミスター M さんも動画を上げていくのと、あとね、パソコンがすごいプロっぽいですよね。私のバッグっていうのはなんか普通の日本の家庭というかね、まあ、パソコンやってるのがこの親父やって見られそうな画面なんですけど、ミスター M さんはなんかそのすごいね、トレーダーみたいなね、で、椅子もかっこいいじゃないですか。私椅子がないんですよ。椅子がなくて、このバランスボールですからね、これに座ってもう1年以上こうやって放送を続けているというね、すごくかっこいい感じがしますよね。ミスター M さん、これからもよろしくお願いします。それではハロー YouTube。